ドモジェドボ空港は、ロシア連邦の首都モスクワ市中心部から 40km 南方のドモジェドボ市にある国際空港。2019年5月31日に、ウラジーミル・プーチン大統領が空港名に科学者のミハイル・ロマノーソフを冠する大統領令に署名した。ロシア第2の航空会社 S7 航空の拠点となっており、ワンワールドとスター・アライアンスの大半の航空会社が、 乗り入れている。国内線は主にシベリア、コーカサス方面への便が就航している。ドモジェドボ空港ターミナルビル外観、ドモジェドボ空港ターミナルビル内部1964年3月にスポレフ104を使用したスベルドロフスク便を運航開始。公式的には主にソビエト連邦内の長距離国内線空港として1965年5月に開業。 1975年には、ツポレフ144のアルマー大気発飛行の地に選ばれた。1996年より、イーストライングループが75年対応の形で空港の営業を開始。ターミナルビルや施設に多額の投資が行われ、多くの外国航空会社がセレメイチエヴ国際空港から移動し就航することとなった。 アエロフロートロシア航空も一部の貨物便をこの空港へ移し、現在ロシア最大級の空港となっている。2011年1月24日、ドモジェドボ空港爆破事件が発生。30人以上が死亡した。2018年10月より、ロシア国内の空港名に関する計画が開始され、国民投票を経て2019年5月31日に、ウラジーミル・プーチン大統領が、 コムトボ空港に科学者、ミハイル・ロモノーソフを関する、大統領令に署名した。ドモジェドボ空港ドモジェドボ空港から離陸する、S7 航空ドモジェドボ空港から離陸する、ウラル航空、ドモジェドボ空港駅に停まる、空港連絡列車アエロエクスプレスの新型2階建て車両、ワンワールド、スターアライアンス、スカイチーム、ありがとうございます。